シャルです、今回ピックと指を使って弾いています。ピックで5弦と6弦それ以外は、指、中指と薬指を使って弾いています。ではまず初めのこの部分ここは A を押さえます。そして5弦と3弦と2弦を同時に弾いてから3弦と2弦を同時、そしてまた5弦と3弦と2弦を同時。次に今押さえている人差し指はそのままにしておいて3弦の11フレット、そこから5弦の開放弦、そして3弦9フレット、2弦9フレットを同時、そして5弦の開放弦。次にまたこの人差し指はそのままにしておいて3弦9フレットと2弦12フレット、そこから5弦の開放弦、3弦の9フレット、5弦の開放弦、3弦9フレット、2弦9フレットを同時、5弦開放弦。そしてまたこの人差し指は押さえっぱなしにしておいて3弦9フレットと2弦10フレットを同時、そして5弦開放弦、3弦9フレット、2弦9フレットを同時。次に3弦の9フレット、ゆっくり通します。で、この部分は後でもう一度出てきますので、パターン1とします。次の部分。ここは E を押さえます。そして、6弦と3弦と2弦を同時に弾いてから、3弦と2弦を同時。そして、6弦、3弦、2弦を同時。と弾いたら、今押さえている人差し指をそのままにして3弦の11フレット、そこから6弦の開放弦、3弦9フレット、2弦9フレット、6弦開放弦、3弦9フレット、2弦12フレット、そして6弦開放弦、3弦9フレット、6弦開放弦。次にまた今押さえている人差し指はそのままにしておいて2弦9フレットと1弦11フレット、そこから6弦開放弦、次に2弦9フレット、1弦12フレット、6弦開放弦、2弦9フレット、1弦11フレットを同時、そして2弦の12フレット。ちょっとね、口で言うと逆に分かりにくいかもしれないですけども、ゆっくり通します。で、この部分ももう一度出てきますので、パターン2とします。で、次のところから最後までは、さっきやったパターン1とパターン2をつなげて、もう一度弾いて出来上がりです。ゆっくりつなげてみます。まずパターン1。パターン2。
それでは初めから繰り通します。